子供の国。どうも、子どもの国のカンガルー担当島袋です。今回は子どもの国で飼っているオオカンガルーに赤ちゃんが生まれましたので、ご報告と簡単な説明をさせていただきたいと思います。お願いします。スモモちゃんはですね、2017年に生まれて、今年2020年なので、3歳、まあ3年という月日が流れて初出産になると思います。はい。それでですね、生まれたばかりの子供というのがサイズがですね、この皆さん見えますかね、これはちょっと人形で粘土で作られているものなんですけど、だいたい1円玉と同じぐらいの大きさになってます。重さもですね、だいたい 0.8g で、1円玉の重さ約 1g なんですけど、皆さん本当に1円玉手に取ってもらったら分かると思うんですけど、それと同じぐらいの赤ちゃんが生まれてきたということですね。特に動物園ではですね、誕生日というのは実際に子供が生まれた日ではなくて、出産した日ではないんですね。袋、お母さんの袋の中から出てきた日、顔や足なり出てきた日が誕生日ということになっております。最初に確認できたのが先月4月の27日になります。その日がスモモの赤ちゃんの誕生日となります。で、実際生まれてきたサイズ、今はもう半年以上経ってるので、顔を出してくるようになるまで袋の中でどんどん大きくなっていくんですね。こう顔を出すタイミングがだいたい半年ぐらいって言われている。生まれてくるのは袋の中からではなくて、こう生まれて赤ちゃんはこの道を登って袋の中に自力で行くんですね。そして袋の中にあるおっぱいを吸って半年間、袋の中で育ちます。大きくなっていきます。カンガルークイズ、約半年間の間、まあ8ヶ月ぐらいですね、まあ大きくなるまで、大きく育つまで赤ちゃんお腹の中にいるんですけど、お母さんの袋の中にいるんですけど、その間赤ちゃんってうんちどうしてると思いますか？じゃじゃん。1番目、赤ちゃんお腹の中で、袋から出るまでうんちを我慢している。じゃじゃん。2番目、自分で袋の外にお尻を向けてうんちをする。3番目、お母さんがうんちを舐めてきれいに、袋の中もきれいにしてあげる。はい、3秒待ちますね。1、2、3、正解は3番です。お母さんが袋の中を毎回こう綺麗にしてあげてるんです。またそのうんちは、赤ちゃんがするうんちとかおしっこはですね、お母さんの母乳しか飲んでないので、ミルクしか飲んでないので、とっても綺麗なんですね。こうやってお母さんは子供のために一生懸命育ててます。これからもよろしくお願いします。